お前が寝るまで皆さんこんばんは上坂すみれの「お前が寝るまで」パーソナリティーの上坂すみれですお前ら楽しみに起きてたかということで9月17日土曜日「お前が寝るまで」始まりました引き続き通常プラスロケコーナーのハイブリッド回ですこのパンダいつまで来てんもう飽きたもうこのパンダ飽きたもう見たくないこのパンダ <laughs> <laughs> いつまであっも, <laughs> もう最近上坂さんのフリートーク最近のお話ってどれのいつの最近なのかも分からないのでそれも割愛です <laughs>。の今の私の最近永遠にさあの5月末だからもう <laughs> あの絶対に時差がありますんでもうあの多分。 AAC、えー、っていうならそうだね来週から痩せてるといいな来週から急に痩せてたらいいな髪の長さとかもこれ違うじゃないかなもはや多分もう作画が古すぎって作画古すぎになるからあのもう逆に貴重な映像になってるかもしれませんけれどもどうしようなんかゴリン狩りとかショートボブとか <laughs> 短くなってたらさこの髪の毛いやでも。 私はねなんだかんだね髪の毛うんどうかなちょちょっとは 2 0ンチぐらいは短くなるかもしれませんけど、まあ、それは散髪の息をへね超えないですからねそれは散髪であってイメちゃんではないので <laughs> 来週からは時空が戻る予定ですこのスタイルはラストですので皆さんあの限界だと思いますがどうもよろしくお願いいたします。<ん>えー、ということでいきましょうしゃべなんと現存する最古のお便りになると思います。<laughs> はい、いや、これは最イですね。えー、東京都すれみん無印さんのお便りです。上坂さん、こんばんは。こんばんは。asmr 作品同性 asmr。今日も生きてて偉い。甘甘甘完璧美少女と過ごす三 LDK 同性生活を早速購入し、就寝前に服用しましたよ。これもね、五月5末の作品ですから。<laughs> いやーいいですねカッコ「オタクスマイルえ声優」という遊びでの上坂さんの ASMR スキルが各方面で絶賛されていますがそのスキルが本作品でも遺憾なく発揮されており表題通りあまあま完璧美少女でした完璧すぎて逆にに眠りに支障が出ましたどちらかというと上坂さんの ASMR の単体商品はこれまで人外キャラが多かったように思いますが 今回は完全に人間役で役どころも日頃から同志諸君の健やかな日々を願う上坂さんに少しだけリンクしており現実から戻ってこれなくなりましたいやこ,ここに新しい現実を見つけた気がしましたこんにちは新しい現実これを聞いている同志諸君も現実がきつく感じたらこの作品の摂取をおすすめしますちなみに1個の ASMR 作品に出演するのにどれくらいの時間をかけて準備するものなんでしょうか 出演時間が1時間以上と長いので練習や準備も結構かかるのかなと思っております。今後とも上坂さんの出演する ASMR 作品のさらなる発展を願っております。ではでは。ということでなんと私の準備期間まで気にしていただいて <laughs> ありがとうございます。そう <laughs> いいんだよ。いいんだよ別に。購入する側はそれ気にしなくていいんだってば。<laughs> <laughs> えっとですね。あの いや私,私がねあのよくね ASMR 作品をこう楽しく拝聴しているもんですからもうねあの YouTube にいるねパトラちゃんっていうスゴーパトラちゃん VTuber をやられている方なんですけれどもこのパトラちゃんのですね ASMR を聞いてあなんていいものなんだろうってそして毎週ね 毎週2時間超えの超大作の ASMR を配信してくれるもうなんだろう天使この人にこうなんぼの人が救われたことだろうっていう全地球でもうねパトラが作った命がいっぱいあるってね私は思うんですけれどもそうなんかねあれは本当にパトラさんはもう,もうプロの。 プロのね、だってなんかなんだろうなささやきとかもあるけどなんかこうシャンプーの音とかなんかさまざまな形の綿棒とかあとはなんか冷やしたジェルボールラベンダーオイルの表現とかラベンダーオイルで首をマッサージするの表現ってできるんだって人知を超えてやがるって思うんですけれどもでもなんかあのちゃんとその。 香りっていうのはエ世までは出て,出てこないわけですけどちちゃゃんんんとパトラちゃんが説明してくれるんですよなんか季節に合わせた例えばそうだねもうこの9月だと残暑が厳しいでしょうからでずっとパトラちゃんは、ね、こうさ,さ,ささやきで「こんばんはワンんって「今日も暑かったねえらい頑張ったすごいね今日も疲れたどこが疲れた全部疲れた大丈夫」 「パトラが癒してあげるからねパトラのマッサージ冷たい残暑の疲れがスーッて取れる冷たいジェルボールぎゅー」「尻尾さわ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 耳さわさわ右耳左耳さわ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 」サワ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 「えらい疲れたえらい」 これでよく眠れるーっていうのがね、2時間ぐらいいいでしょう、いいでしょう。<laughs> この世のものとは思えない楽園でしょう。このなんかふいわゆるアフレコの感じとも違うわけですよ。だからあのなるべくこう ASMR みたいな感じではっきりと言葉を喋るそして叫んだり。 息遣い息遣いって言ってもこう小さすぎるとマイクに乗らないから「<laughs> えはあっキャーえわ! <laughs>」とか「出し目にする!」とかそういうのはのの世界でではやらないのです<ん>そうだってここに聞いてるからさびっくりしちゃうわけですよ。だからあの「わーすごいですね!」とっても。 肩が凝っていらっしゃるようで「ではマッサージしていきます」「スリスリ」とかも一定のなんかこうそうですねイメージ的にはお経お経経そうなんかあまり抑揚がついているとさそこで起きちゃうじゃん。だからあのなるだけ平ためな感じでだけどこうあの声が冷たくならないように 心がける結構,結構考えててやってますねなんですけどだから逆にあんまり台本は細かく読んでいかずその時こう台本見ながらねもちろん紙の音とかも拾わないようにゆっくりめくるんですけどあのその動きに合わせてこうパッションでやる。<laughs> まあ、多分ね ASMR は最近ね声優さんもねやってくださっててねこれがまたいいんですよ。かなりさあのボイスドラマとかさあのアニメーションとか歌声とかとも違うじゃん ASMR の良さみってだからこれがねいろんなところに広まってみんなの癒しになってくれればいいなと思います。おすすめ え続きまして福岡県の高弘さんからいただきましたありがとうございます。上坂さんこんばんはこんばんは。僕は猫を飼っているのですが新しいおもちゃなどを買ってあげても興味を示さない時もあり少々困っております。そこでお聞きしたいのですが最近メロ君に買ってあげた猫グッズやおもちゃでおすすめのものがありましたらぜひ教えてください。ばっかおめえ。猫が。 猫用のおもちゃに興味を示すわけないだろう。<laughs> ばっか猫用って書いてあなたはじゃあ人間用って書いてあるもの全部喜ぶんですか人間用の T シャツは人間用の T シャツだ着れるって喜びますかこの T シャツ微妙いなって思ったりするでしょ今回のグッズ微妙いなって見送ったりするでしょそれと同じなんやで 猫だって猫用って書いてあれば猫もシャクシもそれも猫もシャクシも喜ぶわけじゃありまへんでた <laughs> <laughs> マジレスすると一番いいのはレザーバウンサーっていうこれねネットで主に楽天で買うんですけどあの長い棒にさ レザーの紐がついてて先っぽにホニョホニョの,あの虫みたいいなやつがつがてんですよ触り心地が良くてレザーのこうほにょほにょがいっぱいついてて割と猫おもちゃ界ではちょっと高めな価格設定なんですけどこれが飛ぶように人気でさもうレザーバウンサー をままととめ買いいししておいておっとくんですよでもメロ君が一回発見したことがあって「レザーバウンサー加えて」<laughs> <laughs> ああレザーバウンサー持ってるちょっとコラコラ捕まえなきゃ!」って。レザーバウンサーをマジで加えてあのシュッてなんか知らない隙間に入って。 レザーバウンサー1個盗まれました <laughs> メロく君に <laughs> メロー君のナンバーワンはそのねレザーバウンサーっていうおもちゃですね、まあ、あとは意外とねお菓子のなんか箱についてた紐そういうのでいいんですそういうので <laughs> だからせっかく買ってあげたんだから遊べよっていうのが一番ダサいからそれだけ気をつけよう。 ということで一旦曲に行きましょう。それでは聴いてください。アンチテージエスケープ。 お前が寝るまで聞いていただいたのは上坂すみれで,で「アンチテーゼエスケープ」でしたテレビアニメ「裏腹」のオープニングテーマでした本セクションをフィーチャーしたロックチューンすごくですね可愛くてキラキラなポップになっておりますということでここです大予言の発表で日日曜日から1週間運ががいいなお前だ同じメニュー食べがち <laughs> まあ私もねメロ君もコンサバなのでね飯が。 本当同じ顔して食べてるんだよね私たち <laughs> そうなの <laughs> でも美味しいと感じてるんですよ卵かけご飯はうまい <laughs> はい、えー、ということでここからはヴィラで撮影したおまねるコーナーです今回のコーナーはスナックポテチでです。どうぞ。おまが寝るまではいということで今回も前半の「午後9時」とは変わって山梨ロケのヴィラから後半お届けします後半コーナーナ 回転しますスナックポテチさあ今日も営業が始まったわスナックポテチいらっしゃい、えー、皆さんのお悩みをすみれお姉さんが聞くコーナー今日もどんどん聞いていくわよこの申し訳程度のキャンドルが全然光ってね <laughs> 一応ねめちゃめちゃねあの燃えてるんだけど あの照明を焚いてますからねこれ一応キャンドルなのよねいい匂いだわーはいえき、ー、もみんなのねお話全肯定していくわよ皆さんのお悩みはス,スナックポテチにいるメンバーの誰かが答えてくれるっていうシステムになったわちなみに5人いてね、えー、私すみれお姉さんそしてチーママのすみちゃん えー、新人のすみれちゃん、えー、上坂さん過去客、えー、常連おじさん上ちゃんという割と安易な名前のメンバーでお届けしていくわ、えー、それではお便りに行きましょうかねえー、東京都ジェーームス・ディィン・ブラッドフ上坂さんこんにちはこんにちは僕は食事のデリバリーがやめられません 最近は毎日在宅勤務で一日二回以上はデリバリーを使ってしまいます。デリバリーだけで毎月十万円は使っています。毎月カードの請求が二三十万くらいきて辛いです。完全に赤字生活です。どうしたらデリバリー生活から脱却できますか？うん、なるほどね。この内容については今日はねルーレットで。 誰かが来てくれるわ。あ。上坂さん客。<laughs> あ。お疲れ様です。あの、んいつも来てますね。え。え、えっと。デリバリー。あ、わかりますよ。それ。え。いや、私。あの。すべての飯、デリバリーだと思ってます。逆に自分で作ると、我ながらびっくりします。鍋とか。あの。 プチって入れる鍋あるじゃないですかあれとか自分で入れると自己肯定感やばくないですかだからデリバリーを2回以上しちゃうのがいけないんじゃなくてあの時々自炊をするのがすごいっていう発想にならないですか <laughs> 私はそう思いますはい。だって人間さまず8時間寝るでしょ だかから1日24時間じゃなくなくいですか、まあ、例えばうーんそうですね12時間とか働いてたら自分で使える時間マジでやばいですよ考えてみてください。ね、でしょ思うでしょデリバリーですよデリバリーすることによって自分の時間めっちゃ増えるじゃないですかお風呂に入ったり湯船をためる私湯船はね絶対ためるんですよだからなんか1個 まあ赤字、うーん、そうね。まあ赤字ね、赤字って嫌だよね。わ <laughs> かるわー。<laughs> 人生の総合的に黒が出ればいいから、まあ今は良くないですか。で気が向いたら、あとは本当にこれは誰かに借りないと思うダメだってなったら。 自炊をすするようにすればいいいんじゃないですかなんか私本当にやんなきゃいけないことをよくねリビングに貼ってました昔こうなんとかの練習を絶対毎日するとかねああでもすれば人間なんとかなりますよ私まあそう話聞いてたけれどもそうねいいんじゃないかしら <laughs> ステッカーあけとくわはい じゃあ次のお客さん、えー、京都府プリキュアマスター国田さんいらっしゃいこんばんはこんばんばは。僕は今年で37歳になりますが実はいまだに自分で服を選んで買ったことがなく母親が買った服しか着たことがありませんそもそも自分には服のセンスがないのでそちらの方が結果的には良かったりするのですが ライブ T シャツやコラボ T シャツぐらいしか自分で買ったことのない僕もそろそろ自分で選んで服を買った方がいいでしょうかなるほど、えー、このお悩みはですね誰が答えてくれるのかな、えー、常連おじさんんちゃんママが来ねえな <laughs> <laughs> この人ねちょっと酔っ払いなんだけど気をつけてね。 <laughs> あそう、あ、そそ <laughs> 服、ね、いやーオイラッチもさオイラッチは今年で78なんだけどオイラッチあの服ってなんかそんなにねあのこだわりなかったっていうか。 オイラっちはとにかくあの今自分が何が一番したいかっていうのを追求して、まあ、78年地球上でやってきたんだけれども服を選んで買うってね結構時間がかかるんねんや。ねあれね服をね送ってくれるサービスとかあんねんねん。 毎月、服のサブスクもうあの「あんたいい加減自立しなさい」って言われたらもうその服のサブスクをね注文すればええー、だけの話でその服が届くやんで服届いたあこの服に自分負けてるって思ったらそっからちょっとシェイプしていけばえい,いねん自分を。ブラッッッシュアップフィックス <laughs> フィックスしていけばええねん <laughs> まだクはフィックスされてへんのよちょっとあてがってみてあるいは試着したりでだんだんあこのブランドは自分の骨格に合ってるんやなみたいなのが分かってきて <laughs> おいらっち、まあ、骨格ストレートやしなみたいなのがそう似合わせ自分に似合わせの服を選ぶことができるようになんねん。 まあただそれにオイラッチはうんまあ3年ぐらいかかったからまあでも今日今日始めれば40人は間に合いますなのでまあ最初服のサブスクから始めてもろて、えー、そっからまあ服屋に行くそのサブスクで届いた服を着て「こう服屋に行く服ない?」いうことあるやろ そう服屋に行く服手に入れてあの服屋におしゃれな服屋に行くとこれが一番、えー、解決法なんやないでしょうかとおいらっちは思います <laughs> ああウちゃんあんまりうざがらみしないのよあと <laughs> もうちょっと安定するといいわねあステッカーはもちろんあげるわじゃあ次のお客さん 新潟県のメイユチーズさんいいらっしゃい私はよく周りからししっかりしているねと言われます多分根、ね、が真面目だからだと思うのですがでも実際の私は結構抜けている人間で仕事中のミスや見落としは普通にしてしまうし何のために立ち上がったか忘れることは多いし 黒のスタンプ台だと思って、スマホの画面に強めにゴム印を打ち付けるし、かわいい。ちょっとかわいいわね、あなた。あなた、ヒロインじゃない可愛いいわね、散々です。<laughs> 萌え。あなたともあろう人がミスをするなんて、みたいに言われるのが、すごく期待されているように感じてプレッシャーになってしまっています。 スミペママ人に迷惑をかけず程よく「あこいつ抜けてんな」って思われるにはどうしたらいいと思いますかなるほどいや私は十分抜けてると思うけどね <laughs> 私その間違いはしたことないわあでもね私ね今日怒られたわあのね持ち運び用の歯ブラシセットあるじゃないコンビニで買えるやつあれねマネージャーさんに買ってもらってたの ライブの時に助かるって思って使ってたので今日使ってたのであの「お姉さんこれさここ剥がすのよ」ここここのシール剥がさないと空気が出ていかないでしょこれ剥がしてください」って書いてあるでしょって。<laughs> <laughs> <laughs> もうすみれちゃんたら「あすみれちゃんそんなことしてたの <laughs> もう本当ねそ気をつけて」っていうのが <laughs> 今日あったのよねそう私だから驚いたわ自分のバカさに <laughs> そうなのよあの通気口がないと歯ブラシについている水分はどこにも出ていけないからね。 あの不衛生になっちゃうっていうのを今日知ったわえー、じゃあねなんかすごく私シンパシー感じるけどちょっと誰が答えてくれるかしらねちょっとあのスタッフが出てくるといいわねあっちーまますみちゃんいらっしゃい <laughs> みんなこの構いの <laughs> えになっちゃうえちょっと何えあいらっしゃいませーえおおめう チーズさんああ名刺もらいましたねありがとうございますあの何か何回か来てくれてえ仕事仕事してん偉いじゃんめっちゃめちゃ偉くない仕事してんのえでうんとあなたともあろう人がミスをするなんていやもう言われたことないわそれいやもうもうねもうママにはめちゃめちゃ怒鳴られるしもうね すごい散々だよでもそれってあ私こいつ抜けてんだって思われてるっていう成功例のパターンだからそれが何かって言われるとうんそうだねなんか顔に出しとけばいいいんじゃないなんか腹が減ったとか眠いとか酒が飲みたいとか今仕事のことをとても考えられる状態ではありませんって多分。 あの、しっかりしている子っていうのはなんか顔がさクールなのよ私それ思うんだよね特にさ最近みんなマスクしてんじゃん。でそのマスクしてると目元キリッとしてる人とかマジでエリートに見えるからこれマジ。なんかねだからみんな何考えてるかわかんないしまあでも。 こうマエチイズさんはこう人前であんまりね失敗しちゃいけないってちょっと潜在的に思ってんじゃないかな。私は前はそう思ってたんだけど、あの物理的に不可能だっていうことがなんか分かったんで、もうつまりミスをしないっていう人間は <laughs> いないんだよねって思うんだけどなんか。 みたいになんかこういや違うんだよって説明するのもなんか面倒くさいしあ、まあ、なんか結論結論言うとまあねチーズさんはこうしっかりしてるねって言われて潜在的にしっかりしなきゃ自分しっかりって思っていただけてるんだったら光栄ですみたいな感じでやってるんだと思うんだよね。だだから一回その、のななんだ先入観みたいなのを一変 めちゃめちゃ大酒飲んで職場に行ってみるとか <laughs> ダメ <laughs> ダメかなまああの調子悪い日もあるんだよっていうのが周りにも伝わるように表情をこうどんどん遠慮せずに出していくのもいいんじゃないかなってちょっと思った次第 <laughs> はいありがとうすみちゃん そうね、まああのうーん人に迷惑をかけずっていうのはなかなか難しいから、まあ、時々は誰かに迷惑をかけるっていうこともで誰かに迷惑をかけると申し訳なくなるじゃないそうすると誰かの失敗を許せるじゃない人のミスを許せる自分も許せるようになるわステッカー曲げる。 はいそれでは本日のオンマネルは以上ですそしてこのビラ編の通常コーナー会も以上になりますあ私ねまだねあの好きっぱらでワインしか飲んでないからめちゃめちゃお腹空いてきてさこれからあのどえらい宴がねあるっていうことなんで私はめちゃめちゃ今からぶち上がってきますということでみんないい目見ろよー お前が寝るまでということでお時間でございます今日のお前が寝るまではここまで今日の放送は一言でまとめるとあもうパンダとはお別れです <laughs> 来週から通常回に戻りますので袖がもうちょっと長くなってると思いますそれではここでお別れですお前らいいえめみいろよ